特にめちゃめちゃ目立ったコンボがあるとかね、特にめちゃめちゃ何か突出したところが話題に上がるという感じではないですけれども、やはり総合力みたいなところですね、はい、一番バランスが取れているユリアンじゃないかなと僕は個人的に思っております。あっという間におっと中足つかみに決めていく、挟み込みからシャンヤのガード、これは MV 運があった。おっと作詞したが投げたのユリアン、膝後ろに投げて、うまい、投げたのはチュンリ、投げてタックル、ウィージスダイバー、さあ分かんなくなってきた、中足ワーク、膝ローから中足リープ小中タックル、バックジャンプダイパンチ、中タックル、バックジャンプダイパンチ、あれチュンリー今の画面端で1ラウンド目終わらしに行きたいところなんですけどね、ですね、それでもいけないと判断して下がる、いやお見事でした、でタックルがちゃんと待ってると、しゃがみダイバー、すごいな、対空からタックルコンボ、耐える気終わりから攻撃力ガード、なるほど、キッチン反撃、おー回るのも使っていく、体力溜まり込む、さあ大パンで落としていく、中央スプア、あ後ろ下がりタックル、イージスダイタックル、さあここから投げ、太い読み合いにしていった、1-1です、中堅対決、中堅アフルユニアン対中堅 MOB1-1 ファイナルラウンド、タックルがあるブロッキングからのワンブルホイズ、100年生ゲージ回収、もう一本早いなあ、もう今切り替えましたね、今膝食らってすぐに前風呂に切り替えましたね、はい、もうお互いかなり早いです、ブロッキーから後ろから足で2枚あるぞ、ガードして